曜 AM1 時のレディオバー、皆さんこんばんは。このレディオバーは日曜日の深夜1時になきら不思議なレディオバーでございます。本日は令和5年2023年3月5日日曜日の深夜1時ということで、今夜もオープンしたいと思います。支配人の不思議レモンです。さあということで、3月もスタートいたしましたが、いろんな意味で長い冬が終わろうとしている、真の春のようなね、今年は感じがいたしますが、今回もさまざまなお悩みを一刀両断していきたいと思いますけども、まず一つ目は、何かと LGBT が話題になることが多いですけども、自分の女装癖がですね、女装癖が家族にバレたというようなね、奥さんにバレたという、お悩みですね。そして元彼と結婚していたらというね、今の旦那さんではなくて元の、彼氏とあの方と結婚さえしていればというお悩みね、今日はご紹介したいと思います。そしてサンデーナイトレモンメンドのコーナーは本田美奈子さんということでね、80年代のですね、まあシンガーアイドルの方でございますけども、3曲セレクトしております。今日も深夜になりますけども、どうぞよろしくお願いします。この番組は不思議音楽レーベルカフェ&バー不思議茶屋の提供でお送りいたします。日曜 AM1 時のレディオバー、今週はマスター不思議レモンがあなたの悩みに一刀両断する日曜 AM1 時のお悩み相談。それでは最初のお悩み行ってみましょう。妻に女装癖がバレましたというお悩み行ってみたいと思います。お悩み解決掲示板からです。妻に女装癖がバレました。私54歳、妻50歳、息子18歳、娘14歳の4人家族です。数回下着や女装グッズなどが見つかり問い詰められた際は、苦し紛れの言い訳を繰り返しその場をしのいでいました。快感がたまらなく、いけないとは思いつつもなかなかやめられないのが現状です。初めの頃の隠し場所は自分の通勤カバンに入れてましたがカバンの重さに怪しまれ、中身を開けられてしまったりの繰り返しで、買っては捨て、また買っては捨てのいたちごっこでした。最近では浴室の天井裏にすべて隠すようにしています若い女性のミニスカートとロングブーツ等、ロングブーツ姿等に憧れ、自分も普段は一人の時間ができた時に数時間限りですが同じような格好で外出を楽しんでいます。先日夜な夜なブラジャーを取り出し布団の中に身につけようとしていたところを妻に見られてしまいました。慌ててブラジャーを隠しましたが、裸でしたので完全に怪しまれ問い詰められました。すべて廃棄するとともに二度としないことでその場を逃れましたが、完全に愛想をつかされ疲れてかなり気まずい状況になってしまいました。私は離婚は考えていませんが、私の行動に不信を感じ、子供に対しての示しと世間体を気にしています。日頃小遣いもなく、通勤帰りの買い物用の金1000円程度を財布内に持たされるだけで、欲しい下着などがあるときは数日間2000円が3000円貯まってからだましだまし購入しています。年齢や立場的にもいずれはやめなければならない不利な環境状況ですが、唯一の楽しみから抜けられない日々を過ごしています。いけない病気でしょうかということでね、というお悩みでございますけども、不思議もアンサーですけども、なんで男が女装すると年相応にならないんでしょうねということでねまあたまに SNS とかでも、まあそういう女装の方の写真とかね、見たくないけどこう飛び込んでくる時があったりしますけども、まあ面白写真扱いでなんかこう広められたりしてる、時があると思うんですけども、例えば女性でしたら、まあ、年齢が上がってきますとですね、まあ、10代20代でしたらそれこそ露出がすごい格好をしたりね、まあ奇抜な、色の、まあ、ファッションを、ね、着たりするもんですけども、それが年齢を上がってくると、例えば30代40代になってくるとやっぱりそういう人って少なくなるじゃないですか。もちろんたまにいますけど、で50代とかになったらほぼ皆無に等しいわけじゃないですか。なぜこれね、男性のその女装に関してはなぜその50代の女性ならば、普通なら50代の女装になるはずじゃないですかなぜそれがこう低年化してですね、こういう結構こう笑われてしまうような女装、まあリップとかを見ると結構笑ってる方が多いので
なってしまうのかなというのがまず思うんですけども、先日、まあ、この、私の YouTube のウィークリーのラジオでもご紹介したと思うんですけども、まあ、田野慎吾さんがですね LGBT 法に、まあ、今ね新しく決まろうとし、決まるか決まらないか分かんないんですけど、していることに関してですね、まあ、反対をしていると。 LGBT ご自身である田野慎吾さんがですね、うん、反対をしていると。それはなぜかというと、結局むちゃくちゃになっちゃうからだというね、そういう旅行業界とかそういう旅館とかそういうものがぐちゃぐちゃになってしまうから、これはまあ良くないということをおっしゃっていると。で、非常にまあ正論だという、ことを言っているんだけども、 LGBT をこう保護するということは大事だと思うんですけども、さっき言ったみたいに男がその単に女装をするということはなんかちょっとこう歪んでしまうというか、うん、だから、まあ、さっき言ったみたいに年相応にならないというところは、そこに何かその性欲みたいな何かものがこう混じり込んでおかしなことになるのかなと思ったりするんですよね。で、その原因はそもそも何かっつったら、今の人生がやっぱり非常に自分自身が辛かったり、なんかすごくこう苦しい行き詰まるような状態だから、だからそういうものに逃げてしまう。つまり、そのまあ単純に自分はその女性だとかそういうものじゃなくて、さっき言ったみたいな LGBT とかじゃなくて、単にやっぱりすごくストレスが負荷がかかりすぎていてこのような状態になってしまうのかなと。それは、仕事もありますし、家族家庭1000円しか持てない人生、まあ、そのようなものが全てこうそのこの女装というか、結構と低年下の女装に向かっているんじゃないかななんて思ってしまうんですけどもね。つまりなんかその女装をするとかしないとかいうよりも、そもそもの人生をこう考え直された方がいいのではないかなと思ってしまうんですけどもね。 CM の後次のお悩みです。不思議レモンファンクラブ演奏のお知らせです。不思議レモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そして不思議レモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、不思議レモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。テレビジョン、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。日曜 M1 時のレディオバー、今週はマスター不思議レモンがあなたの悩みに一刀両断する日曜 M1 時のお悩み相談。それでは次のお悩み行ってみたいと思います。大手小町というサイトからです。元彼と結婚していたら育児に専念できたかも、てんてんてん、辛いです。それでは行ってみましょう。30代後半フルタイムで働いています。この間第一子を出産し育休中です。妊娠出産を経て子育てと家事に専念したいという気持ちが日に日に強くなっていくのを感じ、どうしたものかと悩んでいます。母親から経済力をつけ独身で悠々自適に過ごすのが女性として一番幸せと言われ続けて育った影響もあり、もともとは結婚出産に興味がありませんでした。20代の頃に長く付き合った彼氏とはずっと一緒にいたいと思っていたものの、子供を強く望む彼の気持ちを受け止めきれず結局振られました。夫と出会った時は30代に入って結婚出産をするなら今しかないと結婚を決めました。今は想像以上に子供が可愛い一方で、親の責任として無事に育て上げなければというプレッシャーも強く、とても仕事との両立ができる気がしません。退職し育児に専念したいのですが、教育費や老後の資金などを考えると現実的には難しいです。20代の頃の彼は高収入でした。
あの時判断を誤って適齢期を逃し、結婚相手も違う人になってしまったせいで、大切な子供をしっかり育てることができない状況になったんだ、てん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 と、不毛なたらればで自分を責める日々です。このまま職場復帰しても辛い毎日になりそうな気がします。私はどうしたらいいのかご助言いただけると幸いです、というね、お悩みでございますけども、不知れもアンサーですけども、結局元彼と結婚していても同じような展開になったのではということで、結局家のことって必ずどちらかがやらないといけない、もしくは両方がやらないと思うんですよね。そう考えると、その主婦という仕事っていうのはもう未来永劫に、今でこそ専業主婦って薄れつつありますけど、でも絶対的にやらなきゃいけないその仕事の一つだったりする、まあそのカテゴリーが仕事という形で、こうぼやけているから、何かちょっとこうね、専業主婦というのは弱い今立場にありますけど、でも絶対的に家のことってやらないといけないわけですから、仕事をせずにその家のこと、子育てをやるということだけ絞るというのは別に何ら間違っていないと思うんですよ。むしろそれを完璧にすることによって旦那さんの収入を上げるという可能性もありますから、別にね、やめればいいんじゃないですかね。ただその元の彼氏とあの時結婚していればという感じのことっていうのは、なんかそのたらればというのは根本的になくて、その時に結婚できなかったからこうなっているわけでしょっていう話でね、その時結婚していてもその部分は改善されたかもしれないけど、結局自分っていうものは全く変わらないわけだから、なんだかんだで同じような展開にはなっているということだと思うんですよ。うん。ですから、例えば、まあ、向こうはその時は経済力あったけども、いざ結婚してみたら、まあ、リストラされてとか、そういうことあるわけじゃないですか結局ね、うん、その時はそう思うんだけどね、うん、要は結局自分の、まあ、言ったら鏡のような人しか相手は来ないわけですから、まあ、はっきり自分が変わるしかないのかなと思うんですよね。自分が変わらなければ、どれだけ相手がね、違った人が来ても結局同じようになっていくというか、うん、そうだと思います。ですから、まあ普通にその相手がどうやらとかいうよりも、自分がやりたいことを通すというのが一番じゃないでしょうか。仕事は別にせんと、家事そして育児に励むという形でいいんじゃないでしょうか。日曜の夜に聴きたくなる3曲をセレクト、サンデーナイトレモンメンドのコーナーでございます。今日は本田美奈子さんということで、80年代ね、主に活躍された、ミュージシャン、シンガー、アイドルの方ですけども、早くに亡くなられてですね、まあ、本当に、かなりレジェンドな、ね、人気のある方だと思うんですけども、3曲セレクトしてみました。1曲目 One Way Generation ということで、非常にいい曲ですよね。80年代を代表、これ表すような、80s 感あふれるナンバーですよね。2曲目、1986年のマリリンということでねすごいタイトルですけども、でもいい曲ですよね。3曲目、テンプテーション誘惑ということで、まあ本当になんか80年代っぽい、感じの楽曲がね多い3曲でございますけども、しきりも公式の方で視聴できます。ぜひチェックしてください。皆さんにとって良い1週間であることを願いつつ、私とはこの辺でおやすみなさい。